やらと言おう合同結婚式やらと言おうとっとと出て行け急行打ち協会やらと言おう。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、本日は8月27日維新の会代表選ひどすぎる出来レースでございます。はいはい、日本維新の会、まあ、松井さんが代表を辞めるということで、初めての代表選が行われます。8月27日が、代表選ということで、今すでに、まあ、維新の会の選挙は党内選挙が始まっている状況でございます。松井代表は8月4日の記者会見で、まあ、東氏が立候補しようとその頃は言っていたことに関して、東職っていうのは何を出すのかそこはちょっとよくわからない、もっとわからないのは足立議員とかあともう一人いたけどと、そして同じ会見の中で、すでに立候補を表明している共同代表の、馬場衆議院議員の支持という発言をしたということなんですけれども、いや、後継者指名はしないと言っていたんですけれども実質的に、馬場氏を後継者指名していると、このような情勢で、選挙は進んでいます。こちらさっきも名前が出てた東徹氏、8月5日、党内分裂の可能性があるなら、党内融和を優先した方がいいと本当に、苦しい思いで、立候補を断念したと、決意したと、述べています。まあ党内圧力があって、まあ、まあ出れなかったと言っても、まあ、自分が出なかったわけでございますけれども、東氏の、党内での人望は厚かったというような話もございまして、東氏の出馬断念を受けた、若手議員の一人は、出来レースですよと、開かれた政治脱自民と言いながら自民党より古い考えの人もいると、誰かを推薦しようとしている人がいても、潰されるのが怖くて逃げてしまっていると語ったということで、何が維新だと、いうことでございますよ。自民党より古い考えの方もいると、まあ、自民党から維新に来た人がほとんどですからね当初は。まあちなみに馬場氏もそうですね。で、立候補結局したのが、足立康議員、馬場伸幸、共同代表、梅村瑞穂参議院議員の3人が立候補をしましたと。まあ3人がそれぞれ言うには、例えば足立氏、地域政党から国政政党として全国展開するんだと中略、野党第一党を取ったら憲法を改正しその実行力で政権を奪取と訴えていると、馬場氏、野党第一党になって自民党と丁々発し議論をして10年以内に政権を預かると訴えていると、梅村氏、全国政党化で、日本中に維新の旗を立てるためには若者の支持率を高める、女性の理解を深め、維新の輪を広げていきたいと、まあ、このように訴えているということでございます。そして、維新の会の代表選の投票用紙というのが、まあ、今、いろんなところで、まあ、党員に郵送されているわけですね。これがですね、はい。私、まあ、関係者から、いただいたんですけれども、これインクジェットプリンターで印刷自前でプリントしてるんですね、この投票用紙。このインクジェットプリンターで打ったんだろうと思われるなんか印刷上のにじみみたいなものもあったりしてですね、これ偽造対策が全く行われていません。投資番号なども振られていません。こんなんで大丈夫なんでしょうか。この部分を、まあ、前面見るとですね、まあ、ここ投票用紙があって、これをまあ、送るわけでございますけれども、委員長の印、書いてあるんですけど、これ、何の印鑑ですかね、これ。何の意味があるんでしょうかと。
まあ、ものすごいこれもう、何枚でも偽造できそうなですね、ものが、実際に投票用紙として、今流通していると。まあ、実際これで投票してるんですからね。で、維新の代表選はですね、国会議員も地方議員も党員も同じ1票を持っているので、全国約2万人が投票すると、いうふうに発表されています。ということで、党員の投票で結果が大きく変わるわけですね。にもかかわらず、このずさんな投票用紙では不正が起こり得るのではないでしょうか。また、もう、なんかもう圧倒的に馬場氏を押す今の状況においてですね、これもう執行部が不正する可能性すらありそうですよね、と思うわけですね。実際にそういう不安の声が、維新の関係者にも上がっているという状況ですね。はい。露骨な馬場押しと。推薦人が、なんと、馬場氏306名、足立氏39名、梅村氏30名、国会議員も地方議員も、どちらも、推薦人になれるというのが、維新の会のルールでございますけれども、もう圧倒的に、馬場氏と。これもう代表選やる意味あるんという状況ですね。まあ、松井氏及び今の執行部が、まあ、そのまんま、出来レースで続けたいと。いうことで、馬場氏だと。これ代表選をやる意味あるんでしょうかと。風通し悪すぎるということですね。また、そんな中でですね、党管理の名簿が、馬場陣営に流出と。広島県支部が管理している名簿の一部をそれと知らせずに、馬場事務所に提供していたことが発覚しましたと。知ってたでしょうと。絶対知ってたよね。まあもう他にも名簿流出ありそうですよね。だって党執行部がもう馬場推しなんですもんね。もうこれ代表選やる意味あるんでしょうかね。まあ、そんな中で、どう見ても、馬場氏になり始めているというか、なりそうな状況において、まあ、最近話題の統一教会と馬場氏の、関係はどうなんですかといえば、まあ、世界日報に対して、取材を受けていたよということを認めましたと。いや、世界日報が統一教会と関係が深いメディアとは知らなかったと発言と。いやいやいや、馬場氏もともと自民党の人ですし、当然知っていたわけですね。はい。なぜ嘘をつくのかと。また、後々に、旧統一教会及びその関連団体のイベントに登壇したりメッセージを送ったりしたことありませんでしたかと。後々に、この、世界平和女性連合、こちらも統一教会の関連団体ですね、会合に出席したことがあるということで、統一教会との関係もあるし、嘘をついてバレたということですね。こちらは新聞赤旗が報じておりますが、旧村上ファンドの、村上義明氏が、2150万円を維新の会に寄付をしていると。しかしそれが、政治資金規正法の一個人から政党への寄付の限界が2000万と、それとプラスアルファ、馬場氏の、支部に150万円が寄付されているということで、足したらこれ2000万超えますよと、これ大丈夫ですか、法律的に大丈夫でしょうかという、まあ、指摘があります。規制法は上限を超える寄付をした者に、と、それに受け取った者の双方に1年以内の禁錮または50万円以下の罰金を規定しています。総務省政治資金課によると、政党本部と支部への寄付は合算されるという見解と。いうことですから、この手続きに関しては違法である可能性が、まあ、高いんじゃないかという指摘ですね。これに対して、村上氏は、政党本部への2000万円の寄付は認めている、同支部が届けた150万の寄付については、馬場さん個人の事務所に送ったという認識なので、違うよと。
違法じゃないんだよと答えています。まあ確かに、これぐらいの状況であれば、まあ直ちになんか有罪とかということではなさそうではありますけれども、まあそういうことがあったよと。そもそもですね、維新の会は、企業献金や団体献金を禁止していてお金にクリーンだと言っているんですが、建前は、実際は、企業にパーティー券は売っているということで、これ実質的な献金はもらってますよね。見せかけだけです。また、実業家の村上氏個人の献金も2000万円などという高額はですね、これは何らかの見返りを期待する実質企業献金のようなものだと見えますよね。見えますね。そしてその村上氏は、村上氏がやっている財団と、大阪府でもって、NPO の支援事業 SDGs 支援事業みたいなことを、やっているわけですね。いや大阪府と村上ファンドで共同事業と、そのお礼として2000万円をバックみたいに見えますよね。見えますね、なんとなくね。もちろんですね、お金に余裕がある人が、政治活動や非営利活動に寄付することは社会にとって大事なことだと思います。しかし維新の売国的政治姿勢を見ると裏取引を邪推してしまうなと思うわけですね。またなかなかね、2000万円何の見返りもなく出す人はね、まあ、いないとは言えませんが、まあ、村上氏もね、いろんな際どいことを、まあ、逮捕された人ですしね、まあ、そういうこともやってこられた方ですよね。そんなにその2000万は甘くないんじゃないでしょうかと思いますね。また馬場氏に関して言うと、参議院選挙の候補者であった、上谷百合子氏の名前を間違えた際に、あまりに可愛いので間違えた、今ちょっといらんこと言いかけた、間違えたのでリップサービスをしなきゃいけないと申し上げただけであって容姿のことを言ったわけではない、まあ、このようなことを言い、まあ、ツイッターで炎上していました。まあ、他にも、この付近でですね、女性の容姿に関する発言をしたことによってですね、なぜ日本維新の会は女性候補の容姿にこだわるのだろうかと、炎上したということです。ちなみに、まあ、これは代表選と直接は関係ありませんけれども、猪瀬直樹氏が6月12日参議院選の凱旋、6月22日です。参議院選関連の凱旋ですね。海老沢候補の名前を言い間違え、海老沢氏のたすきを皆に見せたかったということで、おさわりと。そこでおさわりかセクハラ親父と、こちらもツイッター等で大炎上していました。維新の会、爽やかではないですね。特に執行部付近は。また、ALS 患者の、令和新選組の船越、の、関連した事案に対してですね、馬場氏は、令和新選組の船越は、安楽死や尊厳死の議論の旗振り役になるべきなんだが、むしろ議論を封じている残念だと批判したということに関して、これもたくさんの批判が上がりました。まあ、ALS の患者さんというのは自分で身動きが取れずに、なんならもう動けないから死んでしまいたいと思ってしまったりする人が多いということで、まあ、社会的に、議論の対象になっているわけですが、いや、この馬場氏の言うふうなことを、進めていくとですね、いや、じゃあ、もう治る見込みがない難病の患者さんは安楽死した方がいいんじゃないのみたいな話になるとですね、これは生きる権利というものを奪われる可能性があると、そういう社会からの同調圧力が、生まれてしまうのは非常に危険だというふうな
批判がたくさん出ました。これは、ある種の優生思想に、つながるようなものであり、それはダメだという声が上がったわけですね。これに対しては松井代表も、船子議員の方に賛同すると、馬場氏は言い過ぎていると、苦言を呈したということでございます。また馬場氏に関して、この維新の会の、政治と金という、書籍の中にですね、こう書かれています。2016年から5年間維新の会の政策活動費の 90.7% が、1億8000万円ですが、それが、馬場氏が使用したものでありますよと。馬場氏が使ったというよりはですね、党幹部が使ったのではというふうにも思えるものでありまして、代表選で馬場氏を勝たせるために、裏金として、党執行部が、こういうものを、利権として利用してきていて、なのでこの馬場氏を今回も代表にしてですね、こういう党執行部が今握っているお金を、これからもバンバン使いたいと、若手の育成に使うんじゃなくて党執行部の利権にしていきたいと、そういうように見えるわけですね。維新の会、風通し悪すぎます。代表選を真面目にやる気が見えません。若手を自由に育てる気はないです。何が維新かと、自民党と同じ利権団体であるよと、いうことですね。はい。そして、これは何度も言いましたけれども、維新の会と竹中平蔵はズブズブですよと。維新の初期、衆議院立候補者選定委員長になっていたのが竹中平蔵ですと、いうことでございますから、竹中平蔵の政策というのを、維新は色濃く引き継いでいる、政党でありますと。もうなんなら自民党以上に竹中平蔵的な政策を進めるグローバリズム推進政党だと。関西では、今関西国際空港は竹中平蔵空港になってしまっています。PFI というやつですね、民営化ですね。関西国際空港の 1.6 兆円分の資産、これは経営権としてオリックスに売却されています。共同事業者はフランスのバンシグループです。オリックスの取締役は竹中平蔵ですから、税金で作ったインフラを外資に献上すると、こんなことをやっているのが維新の会ですね。竹中平蔵と今も一緒にやっている維新の会ですね。で、大阪ではカジノ推進と。2029年に、大阪カジノはほぼ開業が決定して規定路線で進んでいると。運営は MGM リゾーツインターナショナルと、またオリックスと。オリックス取締役、この人ですね。で、さらに MGM はユダヤ系の企業でありますよと。外資をどんどん入れてくると。さらにそれがユダヤマネーであると。もう、大阪は、外資に乗っ取られているぞと。これからもさらにひどくなっていくよと思うわけですね。非常に残念です。維新の会は、移民も推進するし、派遣法を改悪してきたし、水道民営化を推進しているし、PFI、これはあらゆる公共事業の民営化を推進しているし、上海電力は誘致して問題になるし、大阪港湾局は一帯一路と提携して中国とズブズブだしと、いうのが維新の会でございます。なんか見かけ上改革改革と言っていますが、今回の代表選を見てもどう見ても自分たちの組織すら改革する気がない。恐ろしい状況です。騙されないでください。維新はグローバリズム推進の売国政党でございます。私は何度も申し上げてきましたが、今回の代表選を見るに自民党以上の利権団体だなと非常に残念に思う次第でございます。はい。こちらは9月10日に変更になりました、統一教会本部前デモでございます。ぜひこちらの方もお越しください。よろしくお願いいたします。何度も説明いたしましたので、詳しくは、一時停止とかして、ご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。
黒川敦彦でございました。やらと言おう合同結婚式、やらと言おうとことでて行ってきっと統一教会、やらと言おう